はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今から久しぶりにですね、飲み会という名のものに参加をしてまいります。20代はもうひたすら仕事だったり進化だったり提供だったり、その土台作りだと思ってるんで、その遊びっていうものをですね、もう断捨離してるわけですよ。でも遊びを断捨離してるんです。僕ファッションセンスとかファッションをするための時間だったり費用だったり考えてるのも僕は断捨離をしたんですね。なのでまあ大体ですね、こういうカバンしか、こういうビジネスバッグしか持ってないわけです。まあせっかく飲み会参加するんだったら、まあせっかくだったら、まあこうやって YouTube でも見ていただけてるわけですし、ちょっとおしゃれ男子も復活させた方がいいかなと思ってですね、こちらをですね、買ってきました。クラッチバッグでございます。今日は恵比寿の方に向かいます。飲み会の様子は映せないんで、じゃあ行って、で次のカットからは、で次のカットではもう帰ってきたっていうシーンになると思いますけども、はい、じゃあ行ってきます。はい、どうやら僕が一番乗りだそうです。すごいおしゃれ。おはようございます。翌朝になりました。お酒を入れた後はですね、何もできないっていうことが、まあ久々に分かりました。まあじゃあ早速ですね、これについてまた説明をしていきたいと思います。ノーティアムっていうお店がヨドバシ秋葉店にあったので、まあここで買いました。別にこのノーティアムっていうのが好きではなくて、単純にそのお店にあったから買ったって感じです。はい、でお値段が、はい、お値段が8640円ということで、これが安いか高いかは、まあ、正直わかりません。こっちの面が革、多分合成だと思いますけど、革で、こっちがデニム生地になってます。なのでこうもできるし、こうもできるっていう、まあ使い分けられるんですよみたいなことを僕は店員さんから教えてもらったんですけど、デニム生地に興味はなかったので、もうこういう感じでひたすら、はい、使っていこうと思います。ミニの MacBook がぴったり入る感じです。折りたたむ目安の線があるんですけど、すっぽり入る感じです。本当にジャストいい感じで入る。うん、これがスポッて入っちゃうことは計算に入れてなかったので、入った瞬間ですね、喜びに変わりました。はい、中はですね、ここがナイロン生地になってます。で奥に行くと、はい、分かりますでしょうか。はい、こんな感じでちっちゃいポケットが1個ついてるので、ここにですね、僕は鍵を入れてます。どうして拳が1個入るぐらいの感じです。はい、で今後これがメインになるかっていうと、そういうわけではなくて、やっぱり取引先に回るときっていうのは荷物が大きくなっちゃうので、これを持っていきます。仕事が早く終わって明るいうちに帰ってきて、でまだちょっと外を散歩したいなとか、そういうふうに思ったときにこれを使っていきます。であと今日、まあ、撮影しているのが日曜日なんですけど、日曜日はですね、僕はカフェに入って今週の振り返りっていうのをやっています。そういう時はもう荷物もいらないです。なのでこれを使います。はい、でこれ撮影しているのが日曜日なので、今日はこれを早速使っていきたいと思います。でこれが僕が普段も仕事で持ち歩くアイテムになります。鍵と、あ、これお財布です。はい、でこれが少ないか多いかっていうのは、ちょっとあなたのコメントで教えてください。でこれをですね、ここに全部、まあ、入れようと思えば入れられると思うんですが、この中のですね、これ仕切りが全然なくて、ただただ入れるだけなので、僕それが嫌でこれ買ったんですよ。うん、で今回じゃあこれを、まあ仕切りがないですよということで、もう本当にこの中からさらに入れるものを厳選します。はい、ということで、
まあ、さらに厳選した結果これを持っていくことになりました。じゃあ早速ですね、これを入れてみましょう。で、中にはこういったイメージで入れます。これだったらいい感じで入ってくれると思います。で、これは先ほどの小さいポケットに入れます。で、これなかなかミニマリズムを感じるアイテムなんですけど、これ持って歩くので片手がですね塞がります。ちょっと片手塞がっちゃうのはやっぱいまいちポイントかなというふうに思いますし、あとこれ、まあ、今ガジェット入れて体感でだいたい 1.2 キロか 1.5 キロぐらいあります。なので結構今この手首の部分にもうすでにずっしりと重みを感じているので、これ頻繁にこうやって変えないと多分手首がルンルンしてくると思います。うん、まあそこがいまいち、まあそこがちょっと不便を感じるかなっていうポイントです。まあという感じで、今後もですねこれをおしゃれアイテム、まあミニマリズムなアイテムとして使っていこうと思います。もしですね、この動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。最後の最後で噛みましたね。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。